はい、暗号通貨ニュースの久保でございます。XRP、リップルが今、値段がね、ガーンと下がって、ちょっとまあ、下げ止まりはしたかなっていうところで、まあ、30円にもいかないような水準ですよね。というのが、これね、別にずっとこの金額で言ってたわけなんですよ。で、一時期75円バーンと上がりまして、そしてバーンと下がりましたよね。まあ、そこで、利益確定することもできたんですけども、まあ、私は利益確定そんなところではしないですよね。もっともっとリップルの、その、相場感っていうんですか、本来の価値基準というのはもうちょっと高いところにあると思ってますんでね。もちろんそれは私が思ってるだけであって、他の方には他の考えと裏付けがあるでしょう。まあ私もね、私なりの裏付けと読みを持ってこれやってますんで、しかも自分の資金でね、大きな金額いきましたけども、別にそれはね、他の方には別に迷惑かけてない話だと思いますんで、まあこのままやらせてもらいます。 XRP ね。で、XRP なんですけども、今値段が下がったんで、今度はね、私買い増しに入ってるんですよ、うん、で同じように追加で購入している方もいるというところで、価格が落ち着いていると思いますけども、結局ね、そういうことなんですよ。 XRP が何に使えようが使いまいがね、結局は欲しい人がいれば値段が上がって、いらないよと思えば値段が下がるんですよ。ここが本当の裏付けだと思いますし、ここが全てのソースか根拠だと思うんですよ。XRP が何に使えるか使えないかとかね、そういうことはね、はっきり言って、まあ、付け足しなんですよね。金とか銀、それから他のものにしても、絶対に必要なものって総量が減って、そしてなくなっていきますよね。でもなくならないものって、まあ金がいい例なんですけど、金ってなくならないわけじゃないですか。金が形を変えて何かになりましたとか、まあガソリンとは違いますからね。ガソリンっていうのは使えば使うほどなくなっていって、なんかね、将来なくなるんじゃないかなみたいな説もあるんで、そういう説が正しいとすれば価格は上がっていくでしょうね。私小学生の頃ね、石油は30年後にはなくなってるって聞いたんですけども、いまだに石油って掘れ続けているじゃないですか、だから結局はね、情報に価値がついてるんだろうなと思いますよね、 XRP も。さあ、それではね、今回は XRP のコインチェックの記事から読ませていただきます。こう書いてますね。注意喚起、暗号資産 XRP のお取引について。いつもコインチェックをご利用いただきありがとうございます。SEC ですね。SEC が暗号通貨 XRP の運営会社であるリップル社及び同社幹部を2020年12月23日付で提訴したとの発表を受け、 XRP の価格が大きく変動しています。これはどっかの会社と同じ文章ですね。現時点においてコインチェックでは XRP の取り扱いを停止する予定はございませんが、今後訴訟の状況によっては急激に価格が変動し、お客様の資産に影響を及ぼす恐れがあります。このまま暗号通貨やった時点で当たり前じゃないかって話ですけどね。お取引の際は各種発表等をご確認の上、慎重にご判断いただきますようお願いします。これも別にね、こんな警告があったりとか、今回のやり取りがなくったってずっとあったことですよね。投資の世界では別にこんなこと言われなくても当たり前だということですよね。なお、2020年12月23日にお伝えしてます通り、一部報道にある XRP を市場より低価格で仕入れるインセンティブプログラムの提案については当社は一切関わりなく、インセンティブプログラムも受け入れておりませんということでございます。いかがだったでしょうか。まあいろんなことをね、判断して自分がどうするかってことです、ね。やっぱりね、大企業に就職するために大学に行くっていう情報を信じて進学するもよし、中小企業の方がチャンスがあるかと思えば、そういった会社をね、ベンチャーとかを探していくのもよし、企業がチャンスだよと思えば起業をするのもよし、いろんな世の中に説があって、自分はどれを選択するかってことです。その説を提唱した方の責任するのは、まあ他と違いだってですね、自分が選んで決断したその決断力にこそ全ての責任は帰すべきだと思いますので、暗号通貨もしっかり、どんなね、ネットワークビジネスもそうですよ。いろんなものを、いろんなね、情報が入ってきます。これはね、自分だけが特別にそんな情報があるわけじゃなくて、結構ね、ありふれてるんですよ、いっぱい情報が入ってくるっていうのは。で、こういう言葉があります。目の前にすごい情報ってのは来ないってことなんですよ。なぜなら自分がすごくないからですね。だからすごい情報だなと思った瞬間、すごい情報じゃないってことが分かるのは自分がすごくないからなんですよ。まあそういうことじゃないですかね、そういうふうに冷静に考えていくと物事を見失わずに済むんじゃないかなと私は思うんですけどね。じゃあ本日は以上です。コインチェックね、 XRP 皆さんご用心。